はい、本日はこちら買ってみました。湯葉味覚とキノコのまんま自然素材サクサクしいたけ、サクサクしいたけスナックサンラータン味。はい、というわけでこちら買ってみます。早速食べてみたいと思います。しいたけが嫌いな人でも食べれるんでしょうか。はい、ではちょっと開けてみてください。どうでしょう、見た、まず見た目出さないから、見た目はどうですか。しいたけや。はい、しいたけです。見た目はそのままや。お味はいかがでしょうか。しいたけサンラータン味って書いてあるんで、でもはい、見た目はまんまです。まんましいたけです。味はうん、あーでも最初口に入れた感じは、ちょっとだけサンラータの味がしますけど、しいたけです。はい、多分しいたけが苦手な人はちょっと難しいような気がします。というわけで、キノコのまんまを買ってみた、食べてみた動画でした。皆さんも買ってみてね。じゃあねー。